速稼塾の久保です。今回のミスター M さんの動画いかがでしたか？プランクっていうのはたった1分とか2分なのにものすごくねカロリーを消費する運動なんですよね。それに加えて今回ミスター M さんはプランクでこうねカニみたいに横移動をしたりとかね、これをやってくださったというね、これは私も思いつかなかったなと思いますけども、かなりハードですね。だから短い時間で集中してダイエットに取り組みたい方はもうおすすめなんですよ。ミスター M さんの体が私はね引き締まったように見えるわけなんですけどね、やっぱりこの1ヶ月2ヶ月ミスター M さんがずっとこの動画をやることによって何よりも自分のダイエット活動が結構身が入ってるんではないかなと思うんですよ。まあ、それでですね、全体的な動画の作り方についてですけども、これはね特に文句ないんですよ。文句ないんですけども、あとはどう拡散してるかなんですよね。ミスター M さんに送るメッセージとしては、この動画をどういうふうに営業してるかってことです。こんな動画できましたよというふうに、まあ、私にお知らせいただいたら、私はその速稼塾のなんですかね、 YouTube の中でこう紹介をします。私の更新情報の中で紹介をします。でも多分それだけじゃ足りないと思ったら Twitter で拡散したりとかね、 SNS、Facebook とかに書き込んだりとかっていうのがあるともっといいなと思いますし、そうなると Twitter のフォロワーもこれはこれで集めないといけないし、 Facebook の友達もこれはこれで集めないといけないかなと思うんですよね。じゃあその時にですね、私はですねこういうふうに思うわけですよ。ミスター M さんが最初はちっちゃい活動かもしれませんけども、ダイエットに失敗した人ばかり、意志の弱い人ばかりをこう集めてダイエット失敗組っていうのを作るわけですよ。でそこに対して、まあ、これだったらなんとかなるんじゃないのみたいな感じで、ご自身の作った動画をね投稿していくと、まあうまくいくんではないかなと思うんですよね。まあそれちょっと難しいかもしれませんけども、要するに何が難しいかっていうと、動画を作るだけでも自分のダイエットするだけでも大変なのに、じゃそれをねあっちこっちにお知らせする活動とか、その動画をお見せするためのコミュニティを募集するための活動っていうのがこれ増えていくわけですよ。でも結局これがないとですね、なかなか難しいかなと思いますんで、その動画がたくさん見られるとか難しいと思いますんで、まずは私の速稼塾の中でこうやって作っていただいた動画をこうやって一生懸命ね拡散するような感じには持っていきます。まあでもね、それプラスアルファミスター M さん自身も、あそういうふうに考えて作った動画ってのは作ったよってだけではダメで、知らせないといけないんだってことにね気づいていただければと思いますね。もちろん今私に知らせていただいてるんで、私は漏れなく速稼塾の中で紹介をしますね。だからね、ミスター M さんのことを意識してくださってる方もいると思うんですよ。そこでですね、今日の動画ちょっと長くなりますけども、こんなのはいかがでしょうかということでございます。それはですね、ミスター M さんがすでにご存知な速稼塾の塾生さんっているわけですよね、じゃないですか。間接的にね知ってる方になりますけども、でも直接コメント書いたりとか書いていただいたりとかってあると思うんですよ。じゃあこういうのはいかがでしょうかっていうので、ミスター M さんが速稼塾のね YouTube をやってる人を一人ずつ取り上げて、これ素晴らしい動画だみたいなね、こう称える動画をまあやってみるわけですよ。3人とか4人ぐらいでいいですからね。そういうのをやってみると、あちょっとミスター M さんに紹介してもらったからちょっと紹介をお返しをしないといけないなみたいなね、そんなんが以前ちょっと流行りましたけども、そういうのをやってみると、お互いにお互いの動画を紹介するみたいな感じでね、なんかいい感じになるんじゃないかなと思いますよね。まあそれ忙しいと思いますんで、だからすぐやるんじゃなくて、あそういう方法もあるなと思っていただければいいんですよ。というのが、私は結構人の動画をね紹介するのが好きなんですよ。でもちろん速稼塾塾生さんのも紹介しますけども、そうじゃない人の動画も紹介するんですよね。で再生数が例えば100前後とかね、それからチャンネル登録者数の方が100人から1000人の間の方を紹介すると、そこにチャンネル登録してる方が私のことを知ってくれるんですよね。で私の動画にも興味持っていただける可能性が出てくるかなっていうので、自分よりも再生数の多い人をね紹介するんではなくて、自分よりも再生数の同じかちょっと低い方とかね、まあ低くなくても高くても同じぐらいの数字の方を紹介する、お互いに紹介すると結構活発なねコミュニティ活動が始まるのかなと思いますし、 YouTube Japan の方もそういう SNS ですね、人と人との交流を意識して結構 SEO 的に有利に上げてくれるっていうアルゴリズムがあると思うんですね。まあ今回のアドバイスはそのぐらいですかね。それではミスター M さんの動画をご覧になりたい方は、動画説明欄の中からね一生懸命やってる姿を見て、ご自身もねダイエット活動40代の方は特にやってみてください。いかがでしょうか。